自分このブラックマジシャンをまあ7ボックス買って引き当てたんですけれども、まあいろんな人が言うからには24ボックスに1枚入ってるとかっていう風なこと言われてる人もいます。ちょっと入れ方と保存がおかしく上がちーっとハゲてますけれども、でもこれを7ボックスで引く引きの良さもありながら、パチンコでは信頼度 82% の大工の源さん超イダテンをあっさりとスルーしてしまうほどの引きの弱さ。引きがいいのか悪いのかよくわかりませんね、自分は。まあでも今現在出ているレジェンドカード、ブラックマジシャン、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、レッドアイズ、ブラックドラゴン、一応今全種類1枚ずつですけれども持っています。